じゃあまず一つ目から見ていきましょう。はい、じゃらん。一つ目こちら、会場限定のカラオケコーナーやります、はい、今回ねまだ決めてないんですよ、うん、だからみんな何が聞きたいのかなって。そう、そう、はい、こちら前回のイベントでも来場者の皆様に協力してもらう企画をいくつか行いましたが、うんうん、今回のイベントではさらにパワーアップ、希望者の方には実際にステージへ登壇してもらい、さまざまなチャレンジに挑んでもらうこともあるかもしれませんということですね。缶バッジお渡しお見送りということで、そうです、はい、さっきね、うん、1人1個は絶対、はい、漏れなくもらえるっていうね、もらえない昼の部夜の部、うん、だから両方来てもらえたら、はい、最低2つは絶対もらえるっていうね企画なんですが、こちらを最後にお見送りで、うん、お見送り渡します。ペペペペペペバイバイありがとうありがとうありがとうバイバイありがとうお渡し会ほどあのしっかりした会じゃないんですけど、ね、本当に最後に、うん、お見送りお渡しするだけのやつでございます。出口で倒れそう、倒れない、倒れないで倒れないでください。そうです、はいはい、こちら日程は2024年5月の19日日曜日、うん、昼の部は12時45分開場、はい、13時30分開演です、うん、で夜の部は16時15分開場、はい、17時開演となっております。缶バッジも、はい、書きました。はい、はい、T シャツも書きました、うんうん、もちもちですこれはね、うん、我ながら結構着やすい、 いや本当にこれになったんじゃないかな、うん、大活躍。そう、意外にこう、なんすかその柄みたいなこういう感じに、ね、うんうん、なると思うんで、かわいい。そうそうそう、うん、あ、これ蛍光プリントになるんだって。そうだわ。だからちょっと夜のお散歩も夜のお散歩夜のお散歩って言うとちょっとワンチャン味が出てくるすごいハイテク。そうですね、うん、輝くもちもちなんでね、いいな。それではでは次回、はい、松花祭2でお会いしましょう。じゃあまたねー。